こんにちは、金黒です。今日は照明セミナー光とインテリアに参加してみた、そんな内容の動画です。それでは行ってきます。どっからどう見ても私おじさんなんですけど、実はインテリアコーディネーターの資格も持ってたりします。今回インテリアコーディネーターの協会の方からセミナーのご案内いただきました。すごく興味があって今回参加してみることにしました。楽しみです。照明のセミナー終わりました。今回は残念ながら撮影することはできなかったんですけど、盛りだくさんですごく勉強になりました。主催はルイス・ポールセンといいまして、北欧の照明のルーツと言われているようなブランドです。デンマークの会社なんですね。デンマークは光に乏しい国だそうです。そこで100年以上ルイス・ポールセンが照明を研究してきた、その知恵がすごく勉強になりました。日本だと夏場は太陽が真上を通って沈んでいくんですけど、デンマークは北緯が高いっていう、そういう影響もあって、日本の冬みたいに低い位置からずっと光が差すような、そんな国だそうです。朝早くから出かけて4時ぐらいにはもう家に帰ってきて、長く家で暮らす、そんな生活習慣があるみたいです。そんな環境で100年以上の歴史を持つルイス・ポールセンの照明のセミナー、すごく勉強になりました。ルイス・ポールセンを代表する有名な照明器具がこの PH5、 このシリーズ私も憧れの照明器具です。たくさんの照明のラインナップも紹介してもらいました。外回りで使う照明器具も有名だそうで、日本でもたくさん公共施設に使われているようです。例えば羽田空港の国際線ターミナルの方に使われてたりするそうです。日本の住宅の照明器具といえば、主になる照明器具を置いて、あとダウンライトが補助する、そんな使い方が多いんですけど、デンマークの照明器具の使い方はちょっと違って、ペンダントと呼ばれる吊り下げる照明器具をテーブルの近くまで低い位置まで下げてきて、あとスタンドみたいな照明器具をコーナーコーナーに押さえていく、そんなやり方が多いように感じました。それから光の使い方がすごく綺麗だと思ったのは、日本みたいに強い光を与えないで、優しく光のグラディエーションができるように、壁とか天井を舐めるように光が伝わる、そんな光の見せ方がすごく綺麗だと思いました。家でくつろぐことを大切にするこういう北欧のデザイン、そしてこういうインテリアとか照明器具の使い方、この辺すごく勉強になりました。自分の仕事にも生かしていきたいなと思います。今回は照明セミナー光とインテリアに参加してみた、そんな内容の動画でした。それでは。